司令デッキによくぞ戻った兵士よ。別の任務を受ける用意ができたらここに来てほしい。具体的にどんなことをすれば？従者を一人割り当てる。その従者はどこへでもついていく。そして手本を見て学ぶわけだ。従者と共に異常生物を排除する場所が割り当てられる。異常生物にはグール、人造人間、あの妄想的チルドレン・オブ・アトムも含まれる。有効かつ簡単なやり方だ。参加するか？喜んで手を貸そう。よろしい。一人の従者に場所を教え、地上で待たせている。仕事のやり方を見せてやってほしい。つまり、あなたが新しいナイトってことですね。チームに歓迎しますよ。この任務につけるなんて信じられません。出発準備できました。任務の内容はわかるか？はい。 BOS の栄光のための浄化任務を見学することです。離れるな。お前ならうまくやれる。ありがとうございます。場所を記しておきました。誰かいるの？誰だ？かがめ、かがめ！グレネードだ！タレはどこへ行った？生きてるわけだけど、これが好きなんだ。何か役立つものはあるか？やめろ！遊ぶか？え？隠れます。顔を見せて。衝撃とイフドロン。え？永遠に。おい、あ、着いた。私たちだけではなさそうだ。レイダーどもが我々の進路を妨害しようとしている。障害。
経験でした。いつもそんなに熱心なのか。はい、あなたは私の英雄です。よくやった。 BOS の誇りだ。さあ帰ろう。ありがとうございます。報告を。従者は期待通りの働きをしただろうか。ああ、よくやった。さあこちらへ。報酬を受け取ってくれ。いいか、指導者を安易に選ぶことはない。ストロング砦での働きは素晴らしかった。若い従者たちにはまさにああいうスキルを伸ばしてもらいたい。もう一度行ってみてはどうだろうか。そんな時間はない。もし時間ができたならこの申し出は依然有効だ。気が変わったら会おう。おい、指示を待つ。失礼しますが、パラディンダンス、今話す時間があるならやはりスクライブヘイレンのことをどう思っているかが知りたい。スクライブヘイレン、彼女に何かあったのか。いや、そういうことじゃない。ヘイレンは元気にやっているよ。彼女について話したかっただけだ。ただその前に彼女のことをどう思っているかが知りたい。彼女はこの上なく献身的だ。本当のチームプレイヤーだ。全く同感だ。彼女のスクライブとしての能力を評価してほしいわけではない。ヘイレンのことをどう思っているかが聞きたかったんだ、人として。いつものダンスらしくない。何のことか説明してくれないか。こういう相談ごとに慣れていなくてどうしても回りくどい言い方になってしまうな。できるだけ要点のみを話すようにしよう。正直な話、彼女のことが心配なんだ。お互い仲良くやっているから折り入って打ち明けたいことがある。正直な意見を聞かせてほしい。
彼女は自分自身の面倒を見れているようだ。なんで心配しているんだ？ヘイレンは理想的なスクライブだ。これは戦場での能力とは無関係だ。君が私たちを見つけてくれた数ヶ月前、部下の一人がレーダーたちに数回撃たれたんだ。ヘイレンは2日間夜通しでそのナイトを守り続けた。だけどそのナイトは少しずつ衰弱していた。彼をそれ以上苦しませるわけにはいかなかったから、ヘイレンに鎮痛剤の過量投与を施させた。彼が尊厳を保って死ねるように。彼女はあのナイトのために戦い続けたかったはずだが、意義なく注射をした。彼女はただ命令に従ったように聞こえるが。その通りだ。ヘイレンは命令に背いたことは一度もない。しかし、あの兵士を苦しみから解放すべきだったのかどうかについて話したいわけではない。重要なのはその日の夕方に起きたことだ。私が当直の時にヘイレンがやってきた。彼女は何も話さなかったが、明らかに様子がおかしかった。気が遠くなるほどの沈黙が続いた後、彼女は私の腕に倒れ込み泣き崩れた。私は何をすればいいのかが分からなかった。だからとりあえず彼女を支えてあげた。数分後、彼女は泣き止み、私の方にキスをして、ただありがとうと言って警察署に戻っていった。その時気づいたんだ。彼女に無理をさせすぎたのかもしれないと。私は彼女に直感を無視するように命令した。医学訓練では間違っているとされていることを彼女にさせた。だから彼女のことが心配なんだ。ついでに言えば、私の命令下に置かれている者全員に対しても同様だ。ダンス、本当は何を心配しているんだ？わからない。聞いてくれ。4人の兵士が、私の部隊の半数以上がいなくなった。それぞれ私の判断のせいで死んでしまったんだ。この職務にまつわる危険は承知している。みんなそうだ。だがこんな私を誰がこれから信頼してくれるというのだ。そもそも私自身、自分をどうやって信用すればいいのだ？お前を信用していると伝えたら気分は良くなるか？ああ、そうだな。どうやら形勢が変わったようだな。私が知り得る全ての知識を教えるために君の指導に志願した。だが今日はどうやら私が教わる必要があったみたいだ。冗談は抜きにして、この相談ができてとても満足している。君はたくさんの問題を抱えているはずなのに話を聞いてくれた。ただの司令官としてではなく、このように君と話せることはとても励みになる。必要な時は私のことも腕の中で支えてくれるのか？それはわからない。そんなことを聞かれるとは思わなかった。場合にもよるが、実際にその状況にならなければわからない。とにかく肩の荷を下ろさせてもらえて感謝する。思っていた以上に重くのしかかっていたようだ。私が調子の悪い時に会ってしまったことは謝る。